食券を使っているお店は必見のサービスです。ここからはキャッシュレス決済の話題です、うん、もし現金しか使えない券売機のお店は要チェックです。うん、そのままでキャッシュレスにできます。今回のシステムを導入すると今使っている券売機と併用できる、うん、目的に合わせてカスタマイズもできる、うん、利用情報をもとにキャンペーンも打てるということで食券型事前決済サービスイシューパンダをご紹介します。ここからはゲストにお話を伺います。スリービター株式会社の山本さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。イシューパンダはどんな特徴があるんですか？で今使っている現金のみの券売機の横にイシューパンダを置くだけでキャッシュレス決済に対応できるというところであります。そういうことね、はい、券売機とも併用できますので、うん、もう券売機自体買い替える必要がないというのが2つ目の特徴なんですけども、まあ、すでにこう券売機を使って営業されている店舗にもすでに使われている券売機と同じ食券が出てきますので、うんまあ、オペレーションを変えることなく導入していただけるというのが一ついいところです。なるほど、はい、QR 決済など入れられてるお店最近多いんですけれども、はい、このイシューパンダっていうのは、決済後にそのお店の食券がそのまま出てきますので、うん、それをそのままあの店員さんに渡されれば非常にこうお店にとって楽だというところがあります。あ、いいね。個々のお店に、メニューページがありますので、うん、そこでもう食べたいメニューとかトッピングをスマホ上で選んでいただくと、はい、支払い方法をですねサイトの中で選んでいただいて、うん、決済をしていただいて、はい、で終わると、画面上に QR コードが出てきますので、はい、これを、端末にかざすだけで、食券が発行されますよというなるほど、はい。さらにですねイシューパンダ上の注文というのはお客様の来店だったりとか購入履歴っていうのを実は少し取らせていただいております。でですねそのためですね例えば5回来店すると、うん、トッピングがもらえるスタンプカードみたいなものを勝手にこう印刷するみたいなことであったりとか自動でお店が何もやらなくてもそういったキャンペーンを裏で実施することができるというのがデジタルでできるということですよね、うん、クーポンとかガチャなんかはお店の要望とかも聞いてもらえるんでしょうか？商品撮影とかメニュー作成とか全て弊社の方で実施することができます、うん、お店のやり方や要望に合わせて、まあ、例えば食券を使ったクーポンとかキャンペーンテイクアウトとか配達サービスに対してつなげてイシューパンダの方から配達サービスを頼めるようになるとかですねそういったアレンジもできますし、うんうん、テーブル注文のお店とか最近増えてると思いますが、うんうん、そういった形にもカスタマイズ結構自由にすることができます。うん、こちらに用意したのがイシューパンダの実機本体ですね、うん、はい、さあでは実際に操作させていただきましょう。この画面から、まあ、好きなの選んじゃっていいんですかね、はい、選んでください、うん、何食べる？熱いからな辛つけ麺でちょっと胃を活性化しようかな。注文追加とお会計に進む、うん、はい、確定でいいんですかね。じゃあ確定でいいです、はい、この QR コードが出てきます、うん、はい、この QR コードを、あ、なるほど、そういうことか。これいいことよ。で出ちゃった。辛つけ麺、辛つけ麺、辛つけ麺。あともう一個出てきてて、あれちょっと待って、スタンプカード出てきた。これは嬉しい。いやそんなに取らないこれであのオーダー取りましたので先ほどのあの食券を店主さんに渡していただいて、まあ、通常のラーメン屋さんとかでよくあるようなフローでやっていただければと思います、うん、あとは今出てきたのがちょうどスタンプカードでしたけれども、うん、プレゼントが当たるくじとか、うん、今日の占いとかですね、あ、楽しい、はい、まあ、注文が届くまでちょっとラーメンショートストーリー的なものを読んでいただいたりとか、うん、こう店のこだわりを読んでいただいたりとか、そんなことにご活用いただけるかなというふうに思っております。はい、効率アップ、コストカット、そして発券の際いろいろ遊べたりですね、もう使い方がいろいろですね。現在はですね飲食店様メインにあのご案内差し上げてますけれども、将来的にはイベント会場様とか水族館さんとか映画館とかいろんなところに今チケットを発券するというサービスあると思うので、そういったところでご利用いただけるように頑張っています。はい、食券型事前決済サービスイシューパンダ以上となります。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか？はい、イシューパンダ承認です。承認いただきます。